ラ・マシーヌは、フランス、ブルゴーニ・フランシュコンテ地域圏、ニエーブル圏のコミューン。ラ・マシーヌは、圏の南部にあり、ドゥシーズの北側に位置する。コミューンには、ラ・マシーヌと呼ばれる、馬の力で歯車を回す巨大な機械があったため、その名が、コミューンの名称となった。機械は、炭鉱夫の作業を楽にしただけでなく、原材料や鉱石の循環も、可能にした。 町には炭鉱があったため、雇用の面で非常に有望であり、住民が1970年代まで大勢暮らしていた。町は地方の経済的な原動力であった。1869年から1946年まで、シュネデール・クルーズ社が管理するドゥシーズ炭鉱が大きな繁栄をもたらし、都市開発が加速された。国有化された時点では、 コミューンには6000人以上が暮らし、その1、4が炭鉱で雇用されていた。住民のほとんどが会社が盾工近くに建てた労働者用住宅団地に住んでいた。サントマリー団地、サントドクシー団地、ザ・ゴ団地、ミニーム団地である。地元市が特筆するのは1890年2月18日に発生した炭鉱事故で、 粉塵爆発により43人が死亡したことである。1917年から1927年にかけ、およそ300人の中国人従業員がラマシーヌで働いていた。彼らは第一次世界大戦中に不足した労働力を補うため、フランスとイギリスに連れて来られた14万人の中国人たちの一部だった。ラマシーヌにやってきた中国人たちの一部は、 到着に先立って、炭鉱の所有者でもあるシュネデールの兵器工場で働いていた。しかし、1930年代には中国人は20人ほどしかいなかった。代わりに労働者として、ポーランド人、イタリア人、ユーゴスラビア人、マグレブ諸国の人々がやってきた。1936年、人口の30%を外国生まれの人々が占めていた。 町の人口は1950年代に最大に達し、ヌベール、コーヌクール・シュルロワール、ドゥシーズに次いで県で4番目になった。鉱山が現代化され、ミニーム建タでの石炭採掘が一元化されると、フランス国内における石炭危機によって、ラマシーヌは事業をやめなければならなかった。近年、ラマシーヌの石炭採掘は、 輸送の低コスト化で多少なりとも収益が上がる。地元企業が行っていた。それでも3世紀にわたって石炭採掘は続き、最後の炭鉱夫が1975年に地上へ上がった。参照元1962年から1999年までは複数コミューンに住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、 当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。